とりあえず行ってみたいと思います。おはようございます。まあ枕ですけどね、ということでね、まあ、ちょいと、仮眠本当に薄くだけですけどね、ちょっと仮眠を取った感じで、今時刻は1時半ということですね。今回ね、入室した時にね、いやー、これはね、私、やらかしましたね。いつで、ナイトパック12時間、までね、拡大されてる最高やんとかっていう話をしてたと思うんですけどね。めちゃくちゃうかつなことを忘れてまして、ナイトパックの開始時間ですね。四日市近辺の快活クラブって今、ナイトの開始時間が18時からになってるんですよね。多分、亜熱帯の対策だと思うんですけど、どこもね、18時からナイトパックの利用受付が開始しますっていう形になってたんですよ。これがですね、なんとですね、ここのね、快活クラブね、8時からだったんですね。で、私入したのがなんと7時55分ということでですね、まあまあ、ものの見事にナイトパックの適用会じゃねえかということでございましてですね。ふと気づいたのがね、それが、夜中の1時くらいまでちょっとトーッとしとって、ふわーっと目を覚めて、パッと料金を見たときに、なんか料金設定がおかしいなと思ったら、ね、ナイトパックになってね、と思ったらね、逆算してみたら、7時55分に入室しとった。で、見てみたら20時になってたね。やっちまったということでございましてね。まあ、どちらでしょうね。まあ、そろそろ。もし出るんだったら、この時間はこの時間でありだと思ってたんで、どっちにしようかなとは思ってたんで、その12時間パックあるって死ぬまではね。ですので、まあ1時半から、今からね、出てたら、いいとこまで行けるかなと思ってたんですけどね、ここで、残念なお知らせがございました。なんと、長友本町、長友元町駅、長友元山駅ですね。なんと、今から行っても、電車に乗れないということが判明しました。なんとね、正確に言うと、もう11時の時点から、もう高速をそべてぶっ放して行ったとしても、多分間に合わない。ギリギリ間に合わないっていうぐらいのところだったらしいです。かなり疲れてる状態から、さすがに、ノンストップで行くのはね、まあ、ほぼ不可能なんで。いやー、これはやられたなという形でですね。で、中洲もでも行けないんだったらな。で、じゃあどうしようかな。わらびさきとかにしようかなと思ったけど、今から行くと、わらびさき夜中の3時とかに着いて、早いとね、4時とかに着いちゃうんですよ。さすがに早すぎし。微妙だしということでですね。もう、ここからは新規確認します。こんばんは、山城と申します。ということでね、新企画、というか、まあ、もうサブちゃん回しにすると思いますけどね、今からね、今、これ石川県の小松市、小松市じゃなかったね、野々市市だったかな、のあたりに来ています。快活クラブさんのところに来てるんですけどね、本当はね、こっから山口とかね、まあ、石川からね、山口の方とかに回ってね、弾丸、ターミナル制覇やってやるぜ、おーってやってたんですけどね、体力と時間が底をつきました。ということで、まあ、前回の動画の最後の方にちらっと言ってたんですけど、あれですね。もう、時間がね、足りない。どう頑張ってもね、7時に、電車が終わってしまうという、あまりにも早すぎる、宇部新川、どうやっても間に合わない。というところでね、昨日の12時からね、ぶっ通しで運転を続けている、このね、体力のね、限界のところがね、ガクッときましてですね、あ、これはもうちょっと無理だなということなんで、ここからは、もうサブちゃんにして、おとなしく帰ります。まあ、ただ、今1時半なんで、時間はね、帰るとしたら、じっくりとありますんで、まあ、下道でね、じっくりと帰りながら、あれかなと、途中のあれにしていこうかなと思います。まあ、下道か、もしかしたら北陸道は使うかもしれん。北陸道で、前原とかまで出て、関ヶ原ぐらいまで出てね、関ヶ原からね、下道で帰るとかっていうルートでもいいかなと思ってます。ちょっとね、あっちの方とかにいろいろと回るにはね、ちょいとね、さすがに疲れたし、まあ、十分、
まあ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 、北陸編という形でね、まとめてしまえば、まあ十分、取れ高にはなったんじゃないかな、ということでね、ここからはちょっとサブチャンという形で、そういう感じで取っといて、まあ、それでも十分多分、ここからでも取、サブチャン分だったら取れ高にはなると思いますしね、うん。ちょっとね、和歌山とかまで行く、体力は、というか、行って、もうね、ちょっとね、さすがにね、フラフラしてきたんで、まあ、わからん。前原あたりまで行って、ああ、行けるかなってなったらね、もしかしたらそっちの方に行くかもしれませんし、どうなってるかわかりませんけど、とりあえず、もうね、こっからはね、もうナビなしで、もうね、関東気当たりばったりでね、どんどんと行ってみたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。基本はもう変えていく形で、今からだって戻ったって、500キロオーバーですからね。十分、実は、ドライブ系としては超長旅ですからね。よし。まあじゃあ、とりあえず、いよいよ。そもそも、ここって、どこでやって出るの？そもそもここって、金沢方面にしか出れないのかな？これ右折は無理だよね。無理だよね。参ったね。まあ、そのことを、もう北陸道乗ったるから、まあ、とてもいいけどね。お腹もね、まあまあまあ、十分膨れとるし、ね、どっちに行ったらどうなるのか全くわからんけど。あ、ここは野々市市だから、ギリギリ小松市だったのかな、ここ。納豆駅の方というか、出てるね、案内が。金沢にし、これはでも、北方面に入ってるやつなんで、去年一回折れて、こっちの方見てるし、夜中だけちらっと、金沢の市街地の方もちらっと見てってみます。マット駅、どうだろうな、君。マット駅、とりあえず一回行ってみるか。まあ、はい、何もないけど。あ、ここ三日市なんだ。へぇ。さあ、先に二日市があって、ここは三日市だ。どっか四日市ありそうだな。そんなうまいことないかな。これ曲がったら、四日市ねえから。二日に日やって、三日に日やったら、ちょっとこっち側に行って、四日に日。だからないかな。ちょっと走ってみよう。